はい、今回は新カード紹介ということで、ゴッドが4ダメについて見ていきます。こちらのカード、GR クリーチャーなんですけど、なんとマナドライブ4の効果で、ジョーカーズを1枚自分の手札から捨てたら2ドローすることができます。まあ、画用心の GR クリーチャー版ですね。まあ、さすがに画用心ほどは強くないですけど、それを踏まえてもめちゃくちゃ強いです、こいつ。まあ、例えば2ターン目体育タイソンズ出して、3ターン目にガチャ玉にジョーカーズチェンジしながら、もしゴッドが4ダメがめくれたら、まあ、体育タイソンズでマナ補充できるわ、ゴッドが4ダメで手札補充できるわで、むちゃくちゃすることができます。まあ、ガチャ玉を入れるんだったら、こいつは必須ですね。まあ、もし今後 GR クリーチャー搭載型のジョーカーズを使うんだったら、まず間違いなく入るカードになります。まあ、集めといて損はなさそうです。というわけで以上、ゴッドが4ダメの解説でした。はい、というわけでちょっとおまけなんですけど、視聴者からオリパをいただいたので、これ開けていきたいと思います。1、2、3、4ですね。行きましょう。手前当たりです。基本すべて。なるほど。ということは、これを伏せて、これでいいのか？じゃあこれアストラゼルじゃん。なるほど。了解。二つ目行きましょう。手前が当たりってことは、これをこうすればいい？キルジャック？デジルムカデ！熱っ！デジルムカデ！やべえ！デジルムカデはやべえよ！これ今、最近需要が跳ね上がりすぎて、どんどん値上がってるんですよ。今、やばいよ。これ500円ぐらいまで上がってんのかな。当初、なんか102億円だったんだけどね。で、次。レッドゾーン X、強い。うわ !555 ブランドだ、熱っ !555 ブランド、555ブランド、おぉバルはっ、おぉザゼット、ザゼットってやばくね？これ確か今、すごいことやっちゃう。これ全部すごいけど、大丈夫？というわけで、ラスト。この流れでしょ？やばくねか？大丈夫？おぉ悲惨？やべえ！最高レートのやつだ。3枚ありますね。1枚ずついきましょう。ほい。うわっ！ついにエスカルデン！や、は？え？なにこれ？うわっ！今わかったわ。そういうこと？あ、これこれこれね。え？じゃあ何？これは何？え？え、だから、あ、そういうことか。これが青で、これが黒で、これが赤で対応してるから、え、じゃあこれ何？無色ってこと？ジョットガンドラゴン。は、うお、え？あらす、やば、なんじゃこのオリパは。地方の2000円オリパの当たりみたいな。すげえ。というわけでオリパありがとうございます。